2018年3月18日に設立20周年を迎えますが、21世紀を代表する企業を作るというビジョンを掲げている中、理想と比較して今何点ぐらいだと思われますか？何点っていうのは難しいんですけど、基本でやっぱりそこに向かってるなっていう実感はあります。それは社員もそこを目指してるし、まあ、そこに対して意思統一ができてるんだろうな。ただ、まあ、規模的には本当に、売上で何千億、従業員も何十万人みたいな会社を目指してるんで、そうすると、まあ、全然まだ、100倍ぐらいにしなきゃいけない。創業時からいろんなサービスを作ってきたと思うんですけれども、今もアベマ TV に先行投資をしてますが、社長から見てこのエンタメですとかメディア企業にシフトしていこうって思ったきっかけとか、なんかそういうフェーズってありましたか？まあ、去年うちの会社ってそのなんだろうな、いい人材を採用してその人たちを生かすことによって会社を大きくしていくっていう、まあ、基本的な考え方で、そう考えるとやっぱ社風というか企業文化的にやっぱインフラ事業とかあんま向いてなくて、まあ、金融もあんまやりたがる人いないんだけど、やっぱそういうメディア、コンテンツ、音楽みたいな、そういったものだとみんなが生き生きモチベーション高く頑張るんで、まあ、その辺の領域を選択してってるということです。今アベマ TV、これから10年をやっていくかもしれないですけれども、社長が現時点で思い描くそのアベマ TV が最も成功しているという状況というか、こういうイメージにしていきたいというものが、まあ、漠然とでもこうあったら教えていただきたいなと思います。日本のその楽天とかアマゾンとかショッピングが百貨店の売り上げを抜いたっていうニュースがこの間出てたけど、まあ、もちろん百貨店のみならずスーパーとかコンビニも抜いていくものだと思うんですけど、あれもやっぱり最初の e コマースが始まった頃はあそこまで行くっていうのはみんななんとなく思うんだけど現実感がなかった。アベマ TV もやっぱやればやるほど、テレビよりも便利であるとか使いやすいとか面白いっていう風なことをみんな気づいていて、いずれ必ずそうなっていくと思うんですね。その時に、たった一つの、プラットフォームになっていれば非常に大きな成功を収められるというふうに考えています。2018年2月に転換社債で400億調達させていただきましたけれども、今後は少し M&A も視野に入れながら事業拡大していくというふうに考えていらっしゃるかと思いますが、どういう先に、使っていきたいのかとか、イメージが終わりになれば。これはもう明確にアベマ TV の、 その収益化に貢献するような事業をマネタイズしていこうというのが、まあ、メインの目的ですね。それ以外に、まあ、視聴数を大きくするような MA もあるかもしれないですけど、まあ、それも同じです。まあ、当然ゼロから事業を作るというのを同時にやっていくんだけど、時間がかかるので、アベマ TV を収益化していく時間軸に間に合うように、まあ、M&A も並行して使っていきたいと。これからの20年、まあ、その先を考えると、やはり創業社長の一番の課題っていうのは後継者育成だと思うんですけれども、次期社長のイメージとかあれば。それは正直やればやるほど誰にも引き継げなくなっていく、っていうか引き継ぐ難易度上がっていくっていうのは、まあ正直自分でも感じてるところなんだけど、まあ、今現在もうアベマ TV やっぱり責任を取らなければいけないと思ってやってるので、誰にも変えられないっていう状態にはなっちゃってます。1998年3月に原宿で創業したサイバーエージェント、20周年を迎える2018年度は売上高4200億円、先行投資をしつつも営業利益300億円を目指す規模まで成長しました。後編は藤田が考える引退のきっかけや世襲に関してなど、引き続き10年先、20年先をイメージしたものをお伝えしてまいりますので、ぜひご覧ください。